皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回は一緒に遊ぼうコウペンちゃんやっていきたいと思います。いやーちょっとね、動画投稿の方が約1週間ぐらいかな、空いてしまって何も報告がなかったので、心配をかけてしまって申し訳ございませんでした。ツイッターとかでもね、リプで送ってくれたりとか、DM 送ってくれたりとか、インスタの方とかでもね、心配を、花丸さん大丈夫ですかみたいな感じでね、いろいろな方から言ってもらえて、嬉しかった反面、もう心配をかけてしまって申し訳ございませんでしたという気持ちでございます。ちょっとまあいろいろあってね、動画投稿できてなかったんですけども、これからはまた、できる限り毎日投稿の方を心がけて、楽しく動画作り、動画投稿していきたいと思うのでよろしくお願いします。てな感じで今日はコウペンちゃんのね、これやっていきましょう。もう季節感もいいですね、いつも。続きからでいい。うん、コウペンちゃんの世界もどうやら秋のようですね。久しぶりだなぁ。今日は誰がカウンターにいるんでしょうか。誰がいるんだろう。やっぱりアデリーさんかな。やっぱりアデリーさん。おーす。おーす。いらっしゃい。さ、こっち。今日のサービスの品は何でしょうか。おー、レモンティーですね。レモンティーだ。いいね。飲みたいな。かわいいな。ずっと見ていたくなりますね、この背中。かっこいいな。じゃあちょっと今日のね、おすすめメニュー見ておきましょう。今日は何のミニゲームが、お、アデリー畑の収穫日和が、ボーナスが乗るミニゲームのようですね。ではでは、まずはいつも通り四つ葉回収しましょうね。ゲーム始めた時はまず四つ葉を回収しないと。じゃあ玄関から。白熊さんいるね。トリックオアトリート。うわー、そっか、もう少しでハロウィンか。まあまだだけど。うわー、そっか、もうそんな経つんだね。四つ葉カチ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 。どうやらないかな、ここは。一応白熊さん話しかけましょう。こんにちは。そういえば、秋といえば読書。うん、白熊さんはそうだろうね。お話。そうなんだよ。秋なんだよ。秋は過ごしやすい気温になるからいっぱい遊ぶといいんだよ。そうですね、僕は秋が一番好きかもしれない。過ごしやすくて、食欲の秋ですけどね、完全なる。じゃあカウンター行ったから、大人さんがいるテーブルの席。おー、すごい、もうハロウィン仕様になってる。かわいいな。懐かしいな。去年はね、ハロウィンのなんかコウペンちゃんの、なんだろう、コウペンちゃんが冒険する動画みたいなの出したけど、あれからもうじき1年経つって恐ろしいな。そう思いますよね、永ちゃん。そうであろう。そうだよね、やっぱりね。我はかっこいい。かっこいいよ。であるからして、我は偉大なる横島エナガであるからして、一日貴様を導いてやろう。そこは一日と言わず、もうずっと導いてほしいものだな。ねえ、大人さん、のんびりしてるね。落ち葉でお芋を焼きたくなりますね。ほっかほかのお芋はとても美味しいんですよ。すごいですね、動画。そっか、大人さん YouTube 始めたんだった。すごい。うまく編集できてますか？なんと言えばいいのか、すごいしか言葉が出てきません。そうか、動画編集のソフトをいじっただけでもう教えてもらって本当によかったです。感動しちゃってるんだね。もっとトレーニングを頑張って、絶対飛びますよ。すごい。大人さんの動画も今後楽しみにしていきましょうね。どんな動画作るんだろう。かわいいなぁ。あれ、今四つ葉確認したっけ？忘れちゃった。じゃあお庭。そうだよね、縁側だけなぜかまだ行けないんだよね。なんでだろう。お、これは何の花ですか？わからない。お、あったあった。あった。ここと、あと5個ある。あと5個ある。
なさそうですね。あとね、僕あのワクチン1回目打ってきました。まあ、ちょっと前の話になるんですけど、ワクチン1回目打ってね、あのファイザー製だったんですけど、ファイザーモデルナだったらなんか副反応強いって聞いてたんですけど、ファイザーだから大丈夫だろうぐらいに思ってたらね、14時何分とかにまあ1回目打ったんですけど、そしたらね、もう2時間3時間ぐらいしたら若干その打った部分が腫れてきたというか、しびれるような感覚があってですね、でその日の夜にはもう腕が痛くなってきて、そう腕全、左手がもう全体的になんか痛くなってきてですね、熱はまああんまり出なかったんだけど6度8分ぐらいかな、だから熱に関してはそこまで大丈夫だったんですけど、とにかく腕が痛くてね、もう次の日なんて悲惨でしたよ。もう上がらないしね、車のドアとかも開けるの大変だった記憶あるな。だからちょっと舐めてた部分ありますね。1回目だし大丈夫だろうみたいな思ってたけど、意外ときつかったな。これ2回目心配ですね。普通に心配。前投稿した動画でね、ワクチンの、対処方法というか準備しといた方がいいよとか、そういったアドバイスがあればお願いしますということで、コメント欄いろいろな方がね、経験談とかアドバイスくれてすごく嬉しかったです。ちょっとね、一つ一つ返信できてなくて申し訳ないんですけど、しっかり読ませてもらったし、すごく初めて聞くようなこともあったし、やっぱりそれぞれの体験談だから参考になりますよね。いやー本当に助かりました。ありがとうございます。また、2日目、じゃなくて2回目がね、26日だったかな。だから心配ですけど、お、すごい。何がすごいんだっけ。こっちが聞きたいですけど、かわいい。秋だね。寒くなってきたね、確かにね。もうさすがにエアコンはいらない日々ですね。かわいいな。何の話してたっけ。あ、そっか、ワクチンか。そう、だから2回目はちょっと不安ですね。1回目であれだけなったから、2回目絶対しんどいことになるんだろうなって思います。じゃあ、コーペンちゃんマーチを確かやるっていうお話だったんだよね、前回の続きで言うと。だいぶ期間空いちゃったけど。ん？何？何？コーペンちゃんマーチね。ミニゲームで遊ぶ、コーペンちゃんマーチが確かできるようになったんだよ、前回で。やりましょう。なんか四つ葉ずっと探しちゃってましたね。ひたすら何か喋ってたから雑談動画みたいになっちゃったな。じゃあ、B で、B と太鼓を叩くか。そっかそっか。じゃあコーペンちゃんのまま行こうか。ピンク水色抹茶熱い。よし、できるかな。ちょっとまたね、これそのキャプチャーソフトというか若干ラグがあるんですよね、ボタンを押してから反映するまでにね。おいで。はい、行きます。はい、すごい。最近僕もスマホアプリでね、こういうリズムゲーム、ちょっと本格的なやつやってみたんですけどね、いやすごい難しかったですね。やっぱリズムゲーは僕苦手だなって痛感しましたね。だってコーペンちゃんのこの簡単なものですらフルコンボ簡単に出せないから。あ、ほらもうあれ難しい。ジャストな位置で止めるとね、出てくる音符が虹色なんですよね。虹色、今のところだからジャストでできてる。ちょっとタイミングがずれると黄色い音符になるのかなね。あ、今黄色になっちゃったね。コンボは続くけど一番いい点数ではないのかな。どうなんだろう。虹色だと何ポイント上がってる。虹色だと、あ、4ポイントずつ上がりますね。逆にじゃあ黄色にしてみようか。黄色だと、あ、ちょっと見る余裕がないな。はい、あ、黄色だと2ポイントなんだ。そうかそうか。じゃあやっぱりジャストで叩いて、ジャストで叩いて4ポイントでどんどん稼ぐのがいいですね。ああ、
これやってるとね、見てる方だったらコウペンちゃんの可愛さをねじっくり見ることができるんだろうけど、やってる側からするともうね、あの下から出てくるコマンドしか見てないから、もう一切コウペンちゃんを見れないんだよね。これあ、こういう時は見れるけど、あ、すごいキリってなってるんだ。今の段階の時叩いてる時本気なんですね。わー可愛い。ジャンプする時の効果音も可愛いね。ピコンって長押し。いやー簡単簡単、これぐらいだったらなんとか。可愛いな効果。あ、連打だった連打だった連打だった。とっても上手、ありがとうございました。圧勝ですね。さすがに簡単モードだからね、余裕余裕でした。うん、これ初めてだからハイスコアだね。よしよしよし。お疲れ様、花丸スタンプあげるね。はい、ありがとう。3、4、うん、あと1個だ。じゃあちょっとね、今回時間話しすぎちゃって時間が長くなっちゃったから、これぐらいで終わりにしましょうか。じゃあ次回は、また何かのんびりとミニゲームやりながらね、コウペンちゃんたちのお話でも聞いていきましょうか。じゃあきょんだって今回はここで動画終わらさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。またね。